分かりました、すぐ。はい、もう撮ってるんです。それカメラがあれば分かりますよね。でもおはようございます。おはようございます、ね、混んでました今。そう、混んでました。次ラッシュみたいなね時でしたね。すごい人で。ちょっと少し外歩きますか。はい、はい、ね、リモートでね。はい、ちょっとマスクしてたからちょっと一瞬違う人に見えました。見えました。でもちょっとあの肌に馴染む 色なんで。あ、そうですね、うん、なんて呼んだらいいですかね。リエ。呼び捨てですか。なんだ、リエちゃん。傘が可愛いです。ありがとうございます。ピンクです。ピンク好きなんですか。ピンク好きです。女の子ですもんね。今、あれ、おいくつでしたっけ。20歳。今20歳です。学生なんだよね。そうです、大学に行ってます。昨日は寝れましたか。昨日はあんまり寝れなくて。寝なかった。緊張しちゃってまだ。1本目の時とどう。まあ、でも1本目の時よりはまだ。1本目の時寝れなかった。全然寝れなかったです、本当に。そう。まあでもちょっとこのカメラに対する雰囲気とか慣れました。そう、でも慣れないです、まだ。そうだよね。恥ずかしくなっちゃう。実際振り返ってみるとどうですか、恥ずかしい。恥ずかしいですね。今日もさ、これからスタジオ向かうじゃないですか。はい。やっぱスタジオとか入るとやっぱりちょっと緊張感がまた高まっちゃう。そうですね。あ、でも逆になんかスタジオまで行ったらもうなんだろう、なんかやるぞ。そういう感じ。今までこういう AV って見たことあったんですか。ちょっとぐらい。じゃあもうどういう世界かちょっといまいちよく分かんなかったよね。そうですね。デビューってしますもんね。緊張します。終わった後とか疲れとかすごかった。なんかあ、でもなんかその撮り終わった後は、うん、映像の方を、うん、なんかアドレナリンが出てたのかすっごい元気で。あ、そう。帰ってからだって散歩1時間ぐらいして、うん、すごいね、散歩1時間もしたの。家の近所。実際その撮影とか最初行った時に、はい、想像してた人たち、スタッフとかって想像してたのと、うん、なんか違うか。でも皆さん優しいなって感じがしました。まあ、ちょっとね、ほら、やっぱ、はい、まだ緊張してるだろうから、うんうん、ちょっとリラックスできるように、いきなりスタジオ行くっていうのもあれかなと思ってて、はい、うん、まあ、ちょっといろいろとインタビューしながら、はい、ちょっとお茶とか飲みながら行くのもいいかななんて。はい。まあ、ちょっとね、車ちょっと向こうに止めてるんですけど、はい、ちょっと雨の中、ね、足元悪いけど、大丈夫ですか。はい。はい、なんか、はい、趣味とかあるんですか。趣味、でもさっきも言ったんですけど散歩がめっちゃ好きで。あ、そうなんだ、普段から。普段から、私毎日1万3000歩とか歩いてます。すごっ。まあでもなんか歩いてるといろんな街並み見てるといろんな発見とかあったりする。そう、あ、こんなお道あるんだとかもあるし、ね、面白いですね。まあちょっと立ち話もなんなんで、はい、ちょっと車が止まってるんで、はい、車で傘、はい、お乗りください。普段なんかそういうどっかでこうお茶したりとかするんですか。あ、でもカフェは好きでよく行きます。どういうの飲むの。でも私なんかハーブティーとかが好きで。リラックスしそうですね。そうですね。なんかナチュラルになんか体に優しいことしてる感じがするね。散歩したり。確かに。あんまり怒ったりしなそうですよね。あんまり確かに人に怒ったりとか喧嘩とかしたことないかもしれない。そういうなんかね、優しさあふれる感じがね。ありがとうございます。友達にはどういう人だって思われてるんですか。真面目。あ、でも明るいねって言われる。なんかずっと笑顔だなっていう雰囲気が。ゲラなんで。そうなんですか。全部、ま、マスク取ってもらっても大丈夫ですよ。はい、お茶だったら、はい、ちょっと顔見たいな。いいっすね。恥ずかしい。なんか自分で料理とかしたりするんですか。料理でも最近頑張ってます。あ、そうですね。得意料理は何ですか。
でも卵料理が好きなんで、ゆで卵とか卵焼きとかばっかり作って食べてます。なんか運動とかしてたんですか？運動はテニスちょっとだけやってました。今は特に？今全然動かないです。散歩はピッチでやってたんですね。なんで AV やろうと思ったんですか？聞いてもいいですか？はい、でも興味があって、まあ、綺麗な女優さんとか、ほんと可愛い女優さんとかいっぱいいらっしゃるじゃないですか。はい。だからそれ、なんかそういう方見て、すごい憧れで、やってみようと思いました。ちなみに好きな女優さんっているんですか？三上優愛ちゃんとか、はい、可愛いなと思って。すごいですね、今同じフィールドにいますよ。そう、本当に嬉しいです。だから同じメーカーですごくないですか？もうでも本当まさかこんな機会いただけると思ってなかったので。いつか会えるんじゃないですか？ね、会ってみたいです。ダイヤさん、ぶっちゃけどうでした？前回のですか？はい。でもプロすごかったです。テクニックというか、なんかちょっと違うなって感じでした。うん。ちなみに今回、はい、やるのって2本目なんですけど、はい、初めてのこととかだといろいろ経験してもらうような内容だったりするんですよ。はい。不安ですか？そう。でも不安な気持ちと楽しみというかの気持ちと半々ぐらいです。実際エブリでそのデビューしてみて、はい、なんかこういうのが気持ちよかったなとか発見とかあったんですか？パイとか、うん、やったことないのがあったので。そんな特殊なのがあったんですか？うん、そんな特殊なのか分かんないけど、普段はそんなしないよ。まあそうですよね。ちょっとプライベートとはね。そうですね、プライベートでやれって言われたらびっくりします。何してんのみたいな。なんかもともとやってみたかったこととかなんかあります？でもなんかせっかくだからというか、普段ではできないようなことがやってみたいです。すんごいことやっちゃうかもしれないですよ。おソウルカフェですね。すごいかわいい。なんかハーブがあるかどうかちょっとわかんないけど、なんか、はい、少し飲んでリラックスしてからスタジオ行きましょうか。はい、わかりました。どうですか？いただきます。あ、めっちゃうまい。香りあります？うん、桃の香り。桃好きですか？桃好きです。フルーツがすごい好きです。好きなんだ。コーヒーよりはやっぱ紅茶派？何かと合わせるときはコーヒーが好き。ケーキ食べるとき、はい、甘いものと一緒に、うん、朝飲むのとかは紅茶。紅茶どうですか？でもやっぱこうティーをね飲むと少しリラックスするんじゃないですか？うんうん、落ち着きます。ね、ぶっちゃけこれからね撮影ね、行くわけなんですけど、はい、もう実際スタッフとかね、もう現場準備してたりとか、あと大変さんも、まあ、ぼちぼちな感じでは多分来ると思うんですよ、はい、多分ね、また前回とは会ったことない大変さんとか来ると思う。なんか知ってる大変さんとかいたんですか？もともと西見天さん。あ、有名ですよね、はい。なんかどこで真剣を知ったんですか？やっぱり SNS とかでやっぱ見てみたいな。そうですね、インスタとか YouTube とか。逆にそっち側になるわけなんですけど、もしかしたら逆に会ってみたいとか、なんかファンですっていうパターンが逆に起きるんじゃないですか？でもそうなったらめっちゃ嬉しいです。本当ですか？いや、慣れますよ。目標みたいなのあるんですか？目標、有名になりたい。おです。そう考えたらもう、ぶっちゃけ日本最高峰のメーカーですよ。
当然ね、三上優愛ちゃんとかもいますし、多分まだね、世に出て、まあ、デビューに初めて見た人がこのまた2本目、まあ、やっぱすごいいいなと思ってこう見てくれる人いっぱいいると思うんですよ。そうやってファンがどんどん増えてくると思うんで、なんかそういうファンの人とちょっと会うイベントとかあったらやってみたいですか？やってみたいです。そのサインとかもね。あ、確かになんかサイン考えてますなんとなくなんとなくちょっと軽くこうちょっと書いてみてください。いや、いいね、分かんない分かんない分かんない。でこれからさね完成していくかもしれないですね、はい、じゃあさ、この2本目に向かう、まあ、今まだ始まってないけどもちょっと向かうけど、もうファンの人がいますから、はい、なんかカメラに向かって、はい、意気込みみたいなやつ意気込み、はい、なんか前回では見せられなかったもっとエッチな姿とかを見せていけたらなと思ってますので、ぜひ楽しんでください。じゃあ今日頑張りましょうね。はい、頑張ります。じゃあそれのぐらい行きましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。なんかね、先ほどスタジオの方になんか郵送でなんかお土産送っていただけたって今さっき連絡ありましたよなんかあれなんですか、送っていただいたやつ。どら焼き。どら焼き、そうあれなんかもちもちしてて美味しかったですよ。本当ですか、良かったです。なんか今もうスタジオでみんな騒いでるってそんな、ありがとうございます。いいえ、よかったです。めちゃくちゃいい子ですよね。あとなんかマカロンみたいなの来たってなんか。あ、そうです。好きなんですか、マカロン。マカロン好きです。もうみんな騒いじゃってますよ、おっさんたちがじゃあそんなおっさんたち、はい、行きますか。はいよろしくお願いします。お願いします。